まあこんな感じでね、やってたんですけど、弾き語り。でも観光客だらけのところで、やはりね、盛り上がりましたよ。でもこの後もね、めっちゃ踊ったりね、また歌ったりしたんですけど、2人ともね、監督もね、酔っ払って楽しくなっちゃって、全然撮影するのやめちゃって、まあ、2人で、まあ、楽しい最高の夜を過ごしました。とりあえず、まあ、カンボジアに来たから、カンボジア人がいっぱいどこでやりたいって思ってて、最終日ですね、最終日に、まあ、ギターを持って街歩いてたら、彼が現れたんですよ。ヘインって人が、弾いてみろってことで、ギター持ってるから。それで、まあ、僕が歌ったら、もうちょっとまあ、いいところでね、やらないかっていうことで、まあ、トゥクトゥクの運転手なんですけど、ちょっと一緒に行こうよって言われて、で連れられて、まあ、ある場所に行ったんですけど、まあ、まあ、知らない人だからめちゃめちゃねビビりました。どこ連れてかれるんだろう。まあでもそこはね本当にめちゃめちゃいい場所でした。どうも。こちらは33度です。今、本当に大通りで、弾き語りをしていたら、なんかいいところがあるからって言ってね、聞いてくれた人が、カンボジア人、観光客の人がいない、観光客の人がいないところの、ストリート、場所で、やった方がいいんじゃないかってことで、まあ、僕もその方がいいんですけど、まあ、そこにね、とりあえずこの人のトゥクトゥクに乗って、まあ、どこに連れてかれるか本当は分かんないんですけど、まあついていこうかなっていう感じでおすすめの場所があるみたいです。
ライブ終わってるんですけど、それでキーボードのね、なんかバンドマスターみたいなやつがいて、そいつとまあ交流をしたんですけど、なんか栄光の架け、ほら栄光の架け橋がめちゃめちゃ好きだっつって、ゆずがで今なんかおもむろに架け始める。ゆずがめちゃめちゃ好き、カンボジアユズだから。抜け出すことは
らのうるさい踊り、いつまでたっても忘れられない心地よい僕らの街を。焼き付いて離れない今でも今よりずっと言葉通じなくとも騙されそうになってもわかることはある、分かり合える気がする。過去にとらわれようとも騙されようとも、今回、クラウドファンディング皆さんのご支援ご協力のおかげでカンボジアに行ってくることができました。音楽は国境を越えるのかっていうサブタイトルがありましたが、ズバリ言うともう超えてる次元に音楽はあると思いました。人あるところに音楽ありっていう感じですね。カンボジアで経験したこと感じたことは、これからの僕の音楽、僕の価値観とかにも全部影響すると思います。本当に皆さんに感謝しかありません。本当にありがとうございました。しかし僕はまだまだ発信し続けます。そう、トゥクトゥクのように。